どうも、アイスメイデンデンガンです。そして呼び名匠です。クラマルです。ルーニーです。はい、ということでこの4人といえばドッキリですね今回はドッキリじゃないです。はい、そう思ってますよもう人間不信ですか。いや、不信だけど今日のこの感じは絶対ドッキリじゃない日のやつ前回もそんな感じで来てたけどね、はい、そう思うんですね。そう、こういうのやらないから今回は普通にドッキリじゃなくて普通に企画をやっていきたいんですけどね。 JRA さんとのタイアップ企画、呼び乗りと電話、本当に教えるのがうまいのはどっちなのかはい、ということでですね、今回は2人ともある程度競馬を楽しむぐらいのレベルにはまあなった気はしてるんですよね、うん、まあ、にわかといえばやっぱりね、ちょっと人に物を教えたくなるそういう時期だと思いますので、はい、僕がピロマルに、呼び乗りがノエリに競馬に関することを教えまして、その後、まあ、2人が1万円分買う手入れ、より収支をプラスにできた方が今回のチームの勝利と。レース映像とパドック映像とその日の競馬新聞をいただきましたので、自分たちでどの馬券でどの馬を買うかを全部決めてもらいます。で、何時間もやったら多分2人ともある程度できるようになっちゃうと思うんで、うん、30分だけ、まあ、30分一番得意分野ですからね。動画は大体30分ですから、ね、あ、動画30分得意分野、うん、その30分の中でそのボケは何割ぐらい入れるんですか、いつもその構成として。最近減ってる、笑いに視聴者が厳しくなってきた。おのおのここからね、授業をしていきたいと思いますので、じゃあよろしくお願いします。お願いします。いや、始まりました。よし、はい、競馬新聞を使って多分今から、はい、あの予想するわけですよ、はい、ってことはこれをある程度見方を知ってないと。そうですよね、分かんないわけですよね。はい、まあ目つけれる馬ってせいぜい1頭か2頭なんですよ。で、3頭は当てるやつもあるんですよね。3連単とか、あ、3連服とか、はい、それは今の我々の実力ではなかなか難しいんじゃないかとまず思いました。ほー、だから今日は3種類その中から選んでください。で、それがまず単勝というやつ。めっちゃ早口や。ごめんごめん、30分しかないからさ。はい、頑張ります。30分しかないよ。頑張ります。じゃあ、やっていきましょう、はい、お願いします。なんか本当に横並びでやるんだよね。俺後ろにさ、ホワイトボードなんて喋れないのよえ、緊張します。いやでも家庭教師とか米仕様ってちょっとやっぱだかその感じで入ってきていい。あ入るとこから明らかにロス早く知りたいのに。あ、お母さん今日はどうもよろしくお願いします。あ、そんな全然いらないですよ、大丈夫です。あ、すいません、じゃあ美味しくいただきますんで。すいません。基本的には副賞は3着以内、うん、めちゃくちゃ頭数馬の数が少なかったら2着以内とかもあるんだけど、今日のやるレースはおそらく3着以内だと思う。はい、例えばけど今日は単服って買い方を俺は最初習って、うん、単勝と副賞をいいバランスで買うっていうイメージ。あー、なるほど。っていうのが今日はおすすめ、これおすすめな形です。わ、はい、かりました。さあ、ということでね、はい、中継いきたいんですけども、はい、まあ、今回時間が限られてるということで、やっぱあの知ってたんですね、時間限られてるって。時間限られてるけど今のに使いたかった2分ぐらいはいいなと思って、計算的にそう、だからまあ絞らなきゃいけないということで、はい、まあ、やっぱその授業がうまい秘訣の一つはやっぱりその内容を絞ることだと思うんですよ、はい、なので今日たくさん詰め込みません。お、はい、本当に絞って重要なとこだけ教えるので、はい、しっかり頭に入るはずです。はい、まあ、で今回はパドックです。ちょっと知ってるね。はい、見ました。あの練り歩くやつです。そうですね、そんなねお祭りみたいに言わないまあその日の調子とかを見て今回当てていきたい、はい、やっぱまあ自分の目で見て当てれば楽しいしね。あれだけでわかるんですか、状態が。まあ私レベルになるかね。うわで、どこに注目してほしいかっていうと、はい、歩き方、これ一番重要視してほしい、うん。このチョン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 じゃなくて、グッ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 グがいいです。しっかりと地面を掴んでる車、はいはいはい、それがやっぱグッと前に伸びてくる馬なので、その日のそれが調子に表れているらしい、はい、このレースで一番人気が本当に来てるのかっていうのを調べました。で、それがレースによってなんかいろいろ傾向があるよね。だから絶対それ言えないんだけど、このレース今から予想しますって言われたら、過去10年分の1着から3着を見てほしいよね。例えばこのね、有馬記念ってレース、僕10年分調べてきました。これ調べてきたら、一番人気の馬が1着になったのが10回中6回だ。おー、でも結構熱いですね。結構一番人気が、はい、まあほぼほぼ1着になってるレースってなった時に、荒れたりしないレースなんだろうなみたいな。だそれを調べとくと、はい、人気なお馬さん行こうかなみたいな。あ、で、まずこの対別しやすいよね。はい、で、お馬さんの客室っていう話があって、逃げ、先行、差し、追い込み、上は最初からめちゃくちゃぶっ飛ばして1着になって、で、
次に見てほしいのは、はい、馬を引っ張ってしまいますよ、はい、その人が大変そうかどうか見てほしい。やっぱ勢いがある、もうこれから行くぞ行くぞってなっていうのは、はい、やっぱその制御難しくなって、はい、であとはパドック歩いてる時に外側を歩いてる馬を選んでほしい。それなんでかっていうと、はい、他の馬に比べて前に前にすごく進んじゃうから、順番を変えないために外側を歩かせてる。ああ、なるほど。そう、それでようやくみんなと釣り合うぐらいなわけだから、外側歩いてる馬に注目してほしい。はい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 。そうで、はい、筋肉のつき方です。これはもうそうね、基本は個人的には後ろ足を見てほしいかなっていう、うん、筋肉が一番目立つ部分であって、はい、そう、筋が入ってたりする。え、呼び名さんで言うとこの部分ですか？絶対選ばない方がいい。俺は選ばない方がいい。足りてない。圧倒的に。はい、5つ目、血管です。血管。うん。何その声。いや、いいな。いいよね。いいよね。5つのポイントじゃあ、確認しようか。はい。じゃあ頭文字だけで言うと、歩くの歩、人、側、筋、血。新しい単語できるとかじゃなくて、なんかその、お菓子みたいな、その、人、側、筋、血。もう覚えてるじゃん。できてんじゃん。1個ポイントなのは、2500の時に成績がどうだったか、うん、過去のレース、過去のレースの結果が書いてあるね、はい、で上から順番に1着、2着、3着、4着より下っていう感じで数字が書かれてるんですよね。回数ですね。そうそうそう。 で、はい、で例えばこの大間さんは2500でこう2がついてるよね。ってことは2500の時に2回1着を取ってるところなんだよね。あ、じゃあこのまま大間さん結構強そうとかを見る。でもそのレースがもしかしたらそんなに強くない大間さんの時に勝ったかもしれないから、まあ一概には言えないんだけど。あとはなんかそのレース見てる中にあっちをビビらす方も考えようぜ。競馬新聞見るじゃん、はい、5秒ぐらいずっと見つめて、はい、10秒ぐらい目つぶって上見てる。俺の予算だけど、はい、競馬新聞最初伏せられてると思ったね。はい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 。一番できないやつってテスト中さ、はい、用意されたって言われた瞬間もうそうですね。そうですね。誰よりもなんかその名前早く書かないとさ、焦っちゃうやついるじゃん、はい、こうやって大体あの単位取るか取らないか瀬戸際のやつさ。電眼って競馬新聞すごく好きだから、はい、多分ねすごく教えてると思うんだよね。多分一生懸命見ます。そう、こうなってると思う。なりますね。単位取るのこっちよ。そうです。人気1って書いてあるとこ一番人気ってことです。こうなってると思う。なりますね。ここに人気かどうかが書いてある。こうなってると思う。なりますね。で今回もまあもしかしたら人気かもしれないじゃん、この馬さん。そうですね。ってことは馬の能力はかなり期待されているっていうふうに見た方がよくて、なるほど。ただ今回のレースに合ってるかどうかを見るというのが今回のレースでございました。30分経ちました。30分経ちました。終わりです。やばい。ということで30分経ちましたということで、はい、いけそうですか。もうちょっともう喋ったらパンクします。はい、ということで予想パートです。自信はありますか？楽しかったよね。楽しかったです。楽しかった。はい。ペルマルどうやった？楽しかったです。ちょっと間があったな。僕らもまだ知らないレースの新聞が置いてあるんで、はい、それを元に予想してみてください。はい、ということでやっていきたいと思います。よーい、スタート。じゃあいざ尋常に。じゃあ、いいですよ、もう。はい、はい、はい、じゃあ、いいですよ、はい、よーい、スタート。え、ちょっと、そんなことある？まず、ほう、なるほど、中山競馬場ですね。競馬場、競馬場、競馬場で漢字の読み方教えてなかった。教えてなかった。でもそれはわかるかなと思っちゃったら。ちょっと電源さん。ごめん。そう、俺怒られるのか。あのパドックの映像が見れるということなんで。はいはい。それを待ってたってこと？いやもうこれはもう見ただけでもう全部覚えられるんで。何教えてんだよ。まあ、読み上げさんもよかったなそれ。確かにそれインストールしてほしいよ。俺も教えてほしいんだよ。いろいろあのもうここは感覚でいけ。教えてもらってないですよ、これ。ノイリンが書き込み出した。お、すごい。パドックついた瞬間、ノイリンが生き生きしだしたんだけど。どういう原理これ。ヨーマさん、これは見ていいんだよ。こっちって言われてるやつ。なるほど。これは、決めてみたら。わかりました。これがあるとめっちゃ心配君ら仲間だよ。仲間割れ。でもノイリンこれで当てたらそんなにいいやぞ。ほんまにこれすごいぞ。これで当てたら
ピロマル 1200m はどうなの？ 1200m は、うん、まあいい情報ですよね、やっぱり多分、質問の意図そういうことじゃない。いい情報。確かにね、距離はすごい重要、距離はすごい重要。はい、ということで、うん、予想発表していきたいと思います。はい、私の予想は、じゃん、こちらです。8番単勝に500円と8番副賞で2500円。おー、いや、すごい、いい。私の予想はこちら、ワイドで7球3000円と副賞で9番1000円。おーい、なんかいろいろ教えた後が見える。教えた後、あの、ちなみにですけど、はい、私がおすすめする買い方はこれですって教えたのが1個あるんだけど、うん、それこっちです。なんでのようにその8番になったんですか？うん、私たちには魔法の言葉がありましてですね、うん、おい、ホヒとガワ金欠。うん、ホヒとガワ金欠、ナイスあります。ナイスナイスナイス。パドックを見る上で、うん、大事な要素が5つ、うん、なるほどなるほど、はいはいはい、この5つを着目してみたときに、うん、8番が一番熱かったので。なるほど、はい、じゃあ、まあ、ピロマルさん、これなんでこうなったんですか？7球が絞りきれなかったです。なるほど、ね、まあ、そういう時もあります、そういう時もありますよね、はい、はい、それがなんでかっていうと、うん、中山競馬場が、はいはい、あれあれ、有馬記念じゃないな、スプリングターズステークスか、まあそれは置いときましょう。今ちょっとすごいあの予想に失敗が出たような顔してるけど、大丈夫、うちの生徒。まあまあいいよいいよいいよ、まあ、もし終わってから友達と答え合わせて、友達と答え合わせて、私だけ3って書いてる。今回特に、重視したのは 1200m のレースなので、うん、7番は6回1着になってるんですよ。おお。で、9番は 1200m で5回1になってるんですよ。なるほどなるほどなるほど。というわけで、私はこの買い方に決めました。なんかどっちか当たってる気もしてきましたね。可能性としては、可能性としては、はい、まあ、ちょっと上がったと思うので、うん、ちょっと見ていきたいと思います。はい、はい、あ、始まった、始まりました、いや、始まりました。スタートです。え、いろいろないっけ、7と9だって。7と9です。7先行して、じゃあ、のより見える、どこ、7がマルタさん、7が今、え、15番イベリス、ノエリの8はどこにいる？あ、9、9の後ろに、後ろの方にいる。星雲構成です。その後ろからは13番ミスターどこにいる？あ、8、あ、3段、13段、8番ここにいる。その中段の後ろ、2番ダウンスマッシュです。全然決まない、最後に読めないけど、ドンが行きました。ダウンスマッシュ徐々に上がっていく。3、4コーナー中間へ、でもまあ、悪くない位置に、だからどっちもありえるんだよ、現状。あるよ、あるよ、どっちもありえるよ。しかも1200だから、もう終わり、もう終わりやん。最高峰14番、ハッピーアワーです。これから4コーナー、7が今第1だよね、ですね。9、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 9
はい、ということで、うん、ノエリン呼び取りチームはこの500円が 2.9 倍で1450円、やったー、2500円が 1.3 倍で3250円、計4700円になりました。はい、いや素晴らしい、やばー。ということで一旦チームごとに振り返り、まあちょっと軽くして、はい、次のレースに行きたいと思います。はい、これなんだこれ、え、なんかこれなんか一流 YouTuber っぽくないな、ちょっとね、もう一流 YouTuber だって逆にやってる人少ない、めちゃくちゃだな。いやこれはだから次も同じようにいけちゃう。そうですよね。で、7000次使うんだけど、はい、さっきと同じように堅実に、はい、行きましょう。はい、で、多分その見なくていいのって言われるから私、見えるんでってまあ、外れてしまったんですけど、はい、まあ、これ普通なんで、はい、あのどっちかというと普通なんで別に良くて、ここ見てたのは良かった、このその芝 1200m で適性はどうなのかってところを見てたのはまあ良かったと思う。はい、なんか当てようと思うと当たらなくなりません？ああ、もうそうなんですよねだからあのまあだから最後は迷ったら、はい、例えば名前が好きな方とかが、まあ、あってもいいのかもしれない、まあ、そういう楽しみ方もあるから気楽にやりますね。気楽にやろう、はい、
じゃあということでね、そろそろ下に行って次のレースの予想したいと思います。はい、それでは、はい、よーいスタート。いけ広丸、いけ。これはお決まりですもんね。お決まりです。でもこのちょっとうざい感じはちょっとお決まりですもんね。はい、ちょっとも見ない。いや、え、こ見えてます。あのどういう授業したらそうなんのかな、ほんま。30分で教えたら。30分で見えてます。呼び乗りうさんくさ呼び乗りうさんくさすぎるやろ。ノイリンはもうあの適正とかじゃない。これだけ、これだけの。いやいやいや、ノイリンが、うん、まず競馬に適正がなるほどね、すごすぎそれ。最強です。ノイリン、この12番どうなんですか。リス暮らしは、これはまあいい感じですね。状態はいいですほうほうほう。これどうですか、13番。今後まだ成長の余地ありって感じですね。マジで当たってたら怖いねマジで当たってたら結構怖いな、これどうですか、これ14番。あ、結構状態いいです。おお。よし、決めましたよ。決めた。決めました。よし、フィロマル今回簡単やった。そうですね、結構予想しやすいレースではあったかなそれの終わってあの結果知ってから言うやつない。はい、ということで予想が終わったということで発表していきたいと思います。はい、最後のレースさん、じゃあ私たちのチームからいきますか。ピロマルさんちょっと出してください。じゃあ、はい、私が予想した馬はじゃん、単勝で12番6000円です。攻め気じゃない。もう攻め気です。すごいよ、はい、当たったら多分勝ちます。私の予想はじゃん、単勝14番2000円、副賞14番4000円、ワイド514で1000円。なるほど。いや、じゃあピロマルはなんで12番。いや、ちょっと私もう反省しました。さっきの必死さがちょっと良くなかったんかなと思いまして、はい、若干考えるのを放棄しました新しい新しいいや、そう、だったらそれ当たったらマジすごい、逆に、はい、で、12番が差しと追い込みが若干適性があるんですよ。なるほど、はいはいはい。差しと追い込みって、そう、なんか見れたら熱いじゃないですか。見れたら熱い。見れたら熱い、うん、見たいなと思ってあれ、俺そんなこと教えたから。レーザーのロジックどこ行った。マジでどこ行った。衝撃のジース。まあいいや、ノイリーはなんで、ノイリーはなんで。私はやっぱ14番を見た時にあの心が通じ合いましたあ、この子だ。すごいぞ、14番でこれ単勝何倍つくわ、これ200倍超えいやただあの30分教えたのに最後思考放棄された衝撃だったけどもしかしたら、まあでも競馬ってそういう楽しみ方もあるよねとは言ったよ。まさかそれが100で来るとは思わなかったということなんですけど、じゃあ最終レース見てみましょう。はい、見てみましょう。始まった。よし、いや、2200だからさっきより長いよね。いや、多いね、やっぱね。おいおい、12番どこ。やばいやばいやばい、ダメだ。12番ちょっと、あ、でも12番あれだから、あの逃げじゃないから。あ、でもいい位置いる、いい位置いる、12番いい位置いる、12番。え、え、14、え、もうもっと前だな、12番頼む、頼む、12番頼む、12番頼む、マジで頼む、マジで頼む、頼むわ、ほんま見てない念願さんに。いや、だったらその、なんていうのかな、思考法説とか気にはなってる。そうだね、気にはなってる。これで当てられても、これで喜べない。喜ぶいいのかどうか。ピロマル12の単勝、見事的中と。すごいよ、ということでですね、すごすぎ。単勝1点で的中、しかも6000円が 4.7 倍になりまして 28,200 円になりました。で、結果なんですけども、レンガンピロマルチーム終始プラス 18,200 円。おお、
予備乗りノエリンチームがマイナス5300円ということで、今回の対決電眼ピロワチーム勝利。やったー、ピロマル大逆転、天才大逆転ピロマル。電眼ピロマルチームの勝利じゃないです、ピロマルの勝利。私が教えたことで言ってますからね。もうまあ両チーム一応楽しく競馬がやれたということじゃないでしょうかね。ノエリン楽しかった？めっちゃ楽しかったです。はい、幸福人前進、幸福前進なんですよ。教えた言葉ちゃんとインストールできてねえじゃねえか。おい、今後あるレースに対しても一回そういうパドック見てやるとかやってみてほしいよね。あー、でも今後はなんかもうちょっとデータとかも駆使しながらやりたい。じゃあ両者習ったことをこう合算してって感じになるのかな。ピロマルどうやった？思いましたよ、楽しむことが大事なんですよ。それで当たったんやこれ。そうです、そうです。授業どこ行った授業。結構いろいろ教えたけど、まあまあでも楽しめたということは良かったよね、我々が楽しませたという、我々が楽しませたということで、はい、一番必要な素質ですよ。そういうことです、講師にとってそういう素質ですね、はいはい、ということで我々競馬はこうやって楽しんできたんですけども、今回の企画はですね、この JRA さんとのタイアップによって実現した企画になっております、はい、で今回その JRA さんの方のチャンネルでですね、私たち予備伝の定理という企画でですね、はい、今回は新潟の競馬場にお伺いしてですね、そちらの方で競馬の知識を入れてですね、我々なりに定理を開発するというそういうような企画をやっていますので、ぜひそちらの方の企画もご覧ください。概要欄から見れます。はい、で予備伝の方のチャンネルもなんか上がってるね。はい、上がってますね、はい、今回も知らなきゃよかったなと思うような確率をね、いろいろ話してますので、ぜひチャンネル見てみてください。はい、はい、ということで予備伝のチャンネルでも JRA さんの方のチャンネルでも上がっていますので、ぜひそちらの方もご覧ください。ということで本日の日常伝言以上になります。ありがとうございました。ありがとうございました。